申し入れをしたのは、仙台市議会の会派仙台自民賛成の会で、今日、橋本圭一議長宛てに文書を提出しました。仙台自民賛成の会は、今年2月に県内の商業施設で窃盗をした。疑いで警察から任意の事情聴取を受け、昨日議員辞職した。大沼悦子元市議について本人による説明や。 議員報酬等の返上を促すことなどを求めていますまた辞職届が都知事選終了直後に出されたのは意図的なものを感じざるを得ないと指摘しています大沼元市議は窃盗の容疑を認めていて昨日立憲民主党を離党しましたがこれまで公の場に姿を見せていません